脊柱管狭窄症には太ももの筋肉を柔らかくしてあげてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んだ週あなたにお届けできればと思います。はい、昨日はですね、脊柱管狭窄症で必ずやるべきお腹のストレッチっていうのをお伝えをしました。まだ見てない方はですね、おそらくこの辺出てると思うので、それをまずやってからやってほしいなっていうふうに思うんですけども、今日はですね、太ももの筋肉を柔らかくする方法についてお話をしていきます。で、太ももの筋肉といってもどこなのかっていうと、大腿四頭筋と言われる太ももの前の筋肉ですね。前の筋肉で、なんでじゃあこの筋肉は硬くなると狭窄症を引き起こすのかっていうと、これ前についてるわけなんですよ。骨盤のとこから前にこうついてるわけなんですけども、この状態でこの筋肉が硬くなって縮こまってしまうとですね、こうなるしかないんですよ。こっからこの筋肉が縮こまるとこうなるしかないんですよね。で、この状態で腰を反らして、まあ極端に言うと歩こうとする、そういう状態で歩いてると、だん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 、椎間関節に負担がかかってきて狭窄症を引き起こしますし、あとですね、やっぱり股関節の伸展が出ない人が多いんですよ。歩いてる時ってこの股関節が伸展って言って上手に後ろに行かないといけないじゃないですか。でも今日こういう筋肉が硬くなってる人っていうのは、こう出してここから後ろに行かないので、無理やり腰を反らしてこの一方を出そうとするんですよね。それが蓄積していった結果、狭窄症になっていきますので、ぜひこの太ももの前の筋肉っていうのを一緒に柔らかくしていく方法をお伝えできればと思います。はい、そしたら、やっていこうと思うんですけど、まあ、ベッドだったりとか椅子でも何でもいいので一回座っていただきたいなと思うんですが、筋肉はですね、4つあります。4つで、まずやりたい方ですね、右に症状が強い方は右、左が強い方は左っていう感じでやっていこうと思うんですけど、まずはですね、皮膚をつまむのが本当は一番いいんですが、結構痛い方多いと思うので、そういう方はですね、まあ、さするだけでいいので、まず表面をちょっとゴシゴシとさすってあげてください。はい、ちょうど太ももの前をゴシゴシまずさすります。はい、まあ30秒から1分ぐらいですね。こういう風にもうほんと骨盤のとこから太もものこの範囲ですね、この範囲をしっかりこすってあげてください。で、次2つ目のポイントですね。次はちょっと内側ですね。今この前やりましたけど、前のちょっと内側、こんな内側じゃないです、この辺りですね、この辺り、ここをちょっとこう曲げていただいて、また同じようにこすっていきます。はい、これもまあ1分ぐらいですね、まんべんなくやってあげてください。30秒から1分やっていきます。はい、よろしいでしょうか。で、次ですね、3つ目、この外側なんですけど、外側あたりでいいか、うん、外側でいいです。ちょうど太ももの外側をやっていこうと思うんですけど、ここにですね、大天使って言われる外側の骨があります。はい、股関節をですね、内外内外ってひねった時にちょっとこうモコッと出てくるところあたりですね。はい、ここが大天使っていうんですけど、このポコッとしたところのちょっと下あたりぐらいですね、ぐらいからこのような姿勢をとっていただいて、また同じようにこすっていきます。はい、よろしいでしょうか。で、これもじゃあ30秒から1分ぐらいこすったら、こっからが本題です。まずですね、この外側広筋ってこれ言うんですけど、この筋肉をですね、応圧していきます。さっきのポコッとしたところのちょっと下あたりですね、そこをぐーっと押していきます。はい、そうするとこの筋肉が硬くなってると結構ですね、痛い方多いですので、そのまま真下に向かってぐーっと圧迫を加えてあげてください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20という感じですね。っていうのをまんべんなく下の方までしていただきます。そしたら次ですね、そのままあぐらというかこっちの姿勢に切り替えてもらって、さっきちょっと内側の方をこすったじゃないですか。そこをですね、さっきと同じようにまた押していきます。手のひらのここを使って真下にぐーっと押していきます。これも30秒ぐらいやっていきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14っていう感じでまんべんなくこのお膝のところ辺あたりまでやってあげてください。でそれが終わったらですね、次膝を伸ばしていただいて、ここにはですね、大腿直筋って言われる筋肉と大中間広筋って言われる2つの筋肉があります。で多分皆さんなかなかわからないと思うので、お膝あります、あ、ごめんなさい、お皿ありますよね、お膝の、はい、その上、お膝のお皿のちょうど上からそのまままっすぐですね、まっすぐこう来たところを親指でもいいですし、この指ですね、指先でもいいのでぐーっと押してあげてください。はい、ちょっと痛いですよね。本当はですね、本当はめくってやらないといけないんですけど、多分わからないと思うので、このやり方でお伝えしてます。はい、こんな感じですね。だいたい30秒ぐらいやってあげてください。はい、大丈夫でしょうか。で終わったら最後、緩めたら最後しっかり伸ばしてあげないといけないので、右足をやった方は右足をやっていくんですけど、ちょっと見やすいようにこっち向きでやりますね。僕左足をやっていきます。でこのようにやりたい方の足を上に向けてもらって、お膝をですね曲げてこういう風に持ちます。でこっからですね、膝を曲げるんですけど、ちょっとこう後ろに引いてあげてください。足を後ろにこう引いてあげてください。そうした時にですね、腰がこう反ってくる人はやっぱりこの股関節っていうのは硬くなってしまっているので、腰が反らない程度ですね、後ろに下げても腰が反らない程度に心伸びを感じるぐらい、はい、ダメな例はこういうのはダメです。はい、これ今はダメなので、腰が反らない程度に後ろを伸ばしていただいて、ここから30秒ストレッチをかけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、はい、OKです。はい、という感じで、太もものですね、ストレッチだったりとかケアっていうのをやっていただければと思います。もう今のやり方はですね、本当施術とかでも実際に僕たちがやってることなので、あなたもですね、本当できれば1日3回ぐらいはやってほしいんですけど、まあ、できない人もいると思うんですが、1回はもう絶対やってください。はい、時間をかけてお金をかけてくるのもいいですけども、そういう時間がない方だったりとか、もうこういうのはやらないともう改善できないので、必ずやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、今日の内容良かったなと思った方はですね、いいねボタンだったりとかチャンネル登録、そして今日の内容に対してのコメントだったりあるとものすごく嬉しいので、コメントをください。明日はですね、また反り腰を作ってしまう股関節の筋肉のストレッチ方法をお伝えしますので、ぜひまた見ていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。